緊張するよ。あ、コーラ。お久しぶりだ。コーラのこだわりが。今日から。後で。やろうか。いや、コーラのこだわりがちょっと今入ってきた。ねねね、プロトロちゃん。どうした？はい、人気人気ないよ。なんでそんな人気なん？まあ、久しぶりのコラボだからさ。よろしくだ。あ、久しぶりの配信だからあれってこと？久しぶりの配信だから人気者なの、うん、そんなに。いやいや、人気者じゃねえよ、うん、全然。あ、やばいやばいやばい、スタートしちゃった。え、ちょっと、うん、D ルール、D ルールやろ、プロソロちゃん。あ、でもこれプロソロちゃん負け。負けるとか言わないでよ。え、D ルールって何？ね、D ルール、今から説明でもいいから、みんな。ね、配信、あ、これ、バトルなルールなんだけど、うん、はいはいはい。あの、大五郎さんっていう方が考えたルールなんだけどね。はいはいはい、バトルで、勝ってる、このゲージがあるじゃん、この赤と青のゲージが、勝ってる方だが喋れるっていう。だからもう超えられちゃったらもうそっちはもう喋れないっていうルール。え、今やってるもん、プロソロちゃん。今まさに喋れないってこと、うん、今まさに俺喋った。そうそうそう、これプロソロちゃん全然全然喋らない気がする。接戦が面白いので。わかったわかった。そう、喋っちゃダメだよ。あ、もうダメだ、もう負けや。あ、ごめんごめん、はい、じゃあ今からね、4分になってから、次からやる、4分になって、4分になってから、うん、みんな俺が勝たなかったら喋れないらしい、このポイント。うん、だからプロソロちゃんはさ、喋らせたかったらみんなあのプロソロちゃんに送っていいんだよ。さあ、みんな今みんな分かってる。タップ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 、ナイスタップ50秒、3分50秒です今経過は。こちらは今プロソロちゃんは喋れないんでよろしくお願いします。あ、リアクションあり。うん、もうやってるね。だからプロソロちゃんリアクションはありやからね。みんなあのバラとかもタップだけじゃないからね、みんな。ナイスだ。でプロソロちゃんをあの喋らせたら勝ち。あ、ま、見物勝ち。さあ、そう、全然この無言配信、無言配信もこうやってできるかも。スピードチャレンジ、これは2倍になります。スピードチャレンジで痛い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 。これはあのずっと食べれないで終わるんやない、これ。腕の見せ所だね、プロソロちゃん。リアクションで腕の見せ所だって。これで勝った。マッサージきたー、スリッチュー。ああ、とこだつまだつでーす。バランマジャイアメイウェイバランマ。ついに逆転しました。行くぞ。これは点数が高い方しか喋れないというルールらしいぞ。かかってこい、ミーモちゃん。あれ、2桁だな。行くぞ。絶対俺がずっと喋り続ける。マッサージ来たー、グリフィンドー。ナイスや。絶対に俺が喋り続ける。逆転されたら、やばい、やばいぞ、やばいぞ。また俺喋れなくなるぞ。おい、喋れなくなったらやばいぞ。おい、俺が今勝ってるから向こうは喋れないらしいぞ。向こうはリアクションしかできないらしいぞ。そういうルールで今戦ってるんだ。はい、はい。あー、かぶれた。どこなつまなつ。ナイスや。まあそういうルール、まっすぐグリフィンダールに入ろうよ。センキューだ。うん、3桁チャンネルだ。うん、4桁チャンネルだからずっと喋れるんだよな。うん、赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ、うん、赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ、赤パジャマ青パジャマ黄パジャマ。はははは、早口言葉言えた。みーもちゃん大丈夫？あれ、かわいいな、かわいいな。喋、うん、ってもええで。え、喋ったら負けっていうルールかな。静かだよな。ギフトナイスです。おじゃいやもよじれる。って言っちゃったけどね、今な。いやけどね、やっぱミーモちゃんはね、可愛くなってるんだよね。その今まで偽物のキャリーパムパムって言ってマジでごめんな。うん。もう本物のキャリーパムパムになりつつあるわけよな。な、な。サイアンコー、タッタタタタタタタン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 。やばい、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 やばい。おい、ちょいちょいちょい。てきてる、マジで。やばい、まだ喋れてるぜ。これは点数が高い方しか喋ったらあかんルールらしいぜ。非常に静かな。ミーモちゃんリアクション可愛いって。まあリアクション可愛くてもまあ俺にね、あのそこまで勝ててないんでね。うん、喋れないっすわ。トロミちゃんも配信できてる。マジ。これはどうなるんや、これどうなるの。初めて D ルールっていうのこれ。なんで D ルールかもわかんないけど、まあ後で聞こうかな。うん。あれ、トロミちゃん、この時間帯はそんなに強くないんだ。
しろよ。ずっと俺喋ってるやん。え、マジ嬉しいんやけど。実に優雅な気分だ。まあ、勝利を確信したので、もう水を飲みたいと思います。このね、勝ちそうな時に飲む水が一番うまいんだよな。うん。うまいな。水がやっぱうめえわ。おい、今日カウンターやられたら喋れへんくなるからな。カウンターやられたら喋れ、ちゃーちゃー、おっさん、ノイズドラム、バン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 バーン、マックウサギさん、タラッタラッタラッタ、マックウサギ、タラッタラッタラッタ、チーコロちゃんのお尻をペンペン、プリンキツプリンキツ、ナイス。もうしんどかった今、ずっとやばい、一回あーって言っちゃったよね。誰かのギフト、ニョロニョロちゃんだっけ、チーコロちゃん愛してる。え、あのね、終わったらね大丈夫、プロソレちゃん、あ、終わったら大丈夫。ずっと待ってた、顔近いとか終わらせちゃった、うん、ちょ待って、みんな送ってくれたの反応無視してないからね、ありがとうございます。ドラムチャオスさん、ありがとう。チャオスさんで、そう、途中誰が送ってくれ、そう、ニョロニョロちゃんや、最初ミーもニョロニョロちゃん送ってくれた時あーって言っちゃった言っちゃうよね、慣れてなかったらね。やったー、難しいよね。そう、はい、これね、そう、大五郎さんっていう、あのフェルナンドさんのお兄ちゃん知ってる、プロデューサー、フェルナンドさんは知ってる、フェルナンドさんはランキングで見たことあるね、うんうんうん、だよね、その方のお兄さんがいるんだけど、うん、その方のお兄さんが考えたルールで、うんうん、面白いよ、うん、接戦だとめっちゃ、うん、うん、でもこれね、こうなったら、こうなったら一生、うん、一生とこだつく、そうそう、一生とこだつがずっと喋っとっても反撃できないんでしょうん、そうそう、だけど俺も最初らへんはね、みーもちゃんにめちゃくちゃ負けてたけど、最後らへんずっとね、俺勝ってたから、こうやって喋れてたけど、逆転されんのかな、きっついな。これはね、接戦がでも結局面白くなっちゃうからね、確かに。そうやな、そうそうそう、どっちか片方がユニバとかずっと喋ってんのきつい、もう終わり、もう、もうずっと無表情になっちゃうからね。はい、じゃあごめんなさい、読みます。あ、読んでなかった、ごめんごめん、マックありがとう、マックありがとう、最後ニョロニョロちゃん、もちゃおしちゃん、アクピーちゃん、イルズキちゃん、チーコロちゃん、チュンポンプちゃん、マッスーくん、地球グミちゃん、こんばんは、バナイノちゃん。これさ、なんかミカママさんが、ミカママ持ってこれバン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 とかやりたいね。お、声出せないかな。え、どういうこと、え、ミカママなんかバン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 って、え、なんか持ってるじゃん、ミカママこういうドラムみたいな、でっかいの。絶対うるさいやん、絶対緊張感うるさいよ、マジでめっちゃおもろいやん。はい、じゃあ感謝しますね、姫分、本当に助かりました、ありがとうな、マジでありがとう。そして、マッスーさんもありがとうございます、初めてかな、フォローさせていただきます。スイッチもありがとう、みんなまとめて愛してるぜ、うん、まねえねえねえ、プロソロちゃん、はい、さっきさ、ミーも喋れなかったから言いたいんだけどさ、トロミちゃんとか言ってなかった、ミーもの名前間違えてなかった、トロミちゃんが来たの？コメントコメント、あ、なんだ、びっくりした、ミーもの名前全部似てるけどな、トロミにな、いやいや全然間違えてないよ、大丈夫大丈夫、うん、違う、なんか本気で間違えてると思って、トロミちゃん今日は弱いなとか言ってなかった？言ってないって、聞き間違えて、トロミちゃんがあライブ配信できるようになったらよかったねって言って、なんか年齢のなんか入力画面でエラーが出て、なんかライブ配信さっきまでできなかったとか言ってたからってことで、あ、そうなんだ、そうやね、そうやね、よかったらできるようになった、あ、やべ、手滑った、痛い、ちょっと待って、チーコロちゃん、やばいやばい、ちょっと待って、チーコロちゃんミラーボール、ちょっと待って、チーコロちゃんありがとう、今いや危ない、ちょっと待って、今だよ、ナイスナイス、ダブダブダブ、これさ、ゴビ縛りも入れたくない、みんな、チーコロちゃんありがとう、タップタップナイス、みんな33ポイント、いいよいいよ、出だしは最高だ、さっきはあの接戦、さっきは最後にスナイプみんな頑張ってくれたからね、うん、そう、喋れないからね、プロゾラ、ね、プロゾラちゃん昨日って何してたんだっけやばい、みんな今にクリックはね、プロゾロちゃんは喋れないです、ミーモが独占中です、ミーモがプロゾロちゃんのリスナーさんも今支配します、ナイスだみんなね、これあれやろ、あのうわーすーさんだ、おいちい、え、ミーモ昨日何してたって、うん、あ、俺のこと好きなんやな、ありがとうなプロソロさん大好きって言ってみな、今言ってね、プロソロさん大好きかありがとうな、ミオちゃんいつもな、お前フラッシュアンザーして、いやフラッシュアンザーして、チゲーゴミとお守りナイスお守りお守りお守りナイスなんだって、プロソロちゃん何、フラッシュアンザー何、もう一回言って、もう一回、プスピードチャレンジ、にゃんにゃん、よーし、ここは2倍、チーコロちゃん最強だ、チーコロちゃん、ゲージが高い方だけそう喋ります、
何を出したか忘れちゃった。顔、そう、プロソロ顔近いって言われてよ、プロソロちゃん。顔が近い。プロソロ顔近い。4マラ、お願いします。フォローしていただくと、シコちゃん、ありがとう。ちょっと待って、フォローしますね。ちょっと待って。もう送ってくれてるか。さあ、皆さん、ちょっと待って、あとね。さあ、にゃんにゃん、シコちゃん、バラありがとう。にゃんにゃん、にゃんにゃん、アクピータ、ポッキー、ナギンナ。ナイスよ。ポエナイヌちゃん、ありがとう。地球組て、チャオスちゃん、ありがとうございます。ナイス、ネコの手。ありがとうございます。スペシャルクリアした。クラッカーだー。ナイスだー。あと一人スペシャル、竹川バラ、うん、まやってくれたな。行くぞ、かますぞ。もうミーモちゃんがずっとこの顔で待機してる顔見ようぜ、みんなで。行くぼ、これか。あもう焼けた。一瞬だ。プロソロの喋る期間はまさかの一瞬。ニョロニョロちゃん、チチンプイプイ、ニョリニョリ姫、チョウセちゃん、ありがとう。一瞬だった。プロソロちゃんの喋る期間は短い。チーズさん、ありがとう。キャン、アクビーさん、ありがとうございます。喋れてたまだ。アクビーさん、アクビーさん、ありがとう。チキングちゃん、ありがとう。チョウセさん、マックン、愛してる。2倍が終わった。てるよね。チーコロちゃん、ありがとう。パナイノちゃん、ありがとうございます。パースーくん、ありがとう。チーズちゃん、ありがとう。いやー、最高だ。なんて言ったか、ちょっと一瞬聞こえなかった。そう、顔が近い、プロソロちゃん、顔が。あ、地球組ちゃん、これね、今、ゲージが高い方だけ喋れるっていうゲームを志望してます。D ルール。でプロソロちゃん負けたら語尾に1週間5アスにしてもよっかな。5アス1週間語尾に5アスをつけなきゃいけないっていうのにしてもいい。いいいい、喋れないからいいってこと。うんうんうんだよね。1週間は1週間語尾に5アスでいい。 OKOKOK ダメってことですか。早く喋ってよ。そう、そういう感じ。残り1分半。さあ、プロソロちゃんが暴れてます。プロソロちゃんなんか聞こえてるよね。だよね。プロソロちゃんなんか聞こえてない。今喋ってたよね。あはって言ってたよね。待ってる、大好き女子。そうなの、チークロちゃん。ちょっと待って、チークロちゃん、ありがとうございます。ちょっと待って、みもちゃん、あ、こっちフォローする。ちょっと待って、こっちもニョロニョロちゃんフォローしなかったっけ。オッケーオッケーオッケー。さあ、皆さん1分間最高だ。これはみもは今勝ってます。これ最後来るかもしれないけど、みんな気をつけよう。1分間。プロソロちゃん、プロソロちゃん一番好きなの誰だっけ。マピちゃん。よかった、これはこれ声聞けなくてよかったね。みんなぜひバトル、ぜひぜひぜひ。ね、プロソロちゃん喋ってない。なんかもうめちゃそう今ね、ケージが高い方だけ。お、うん、パナイナちゃん、ポッキーゲームする。ポッキーポッキーポッキーないんだ。いや、これすごいね。もうみんなミュートしてると思われるよね。ミュートしてないからね、これ。あー、私の恋はやったな。あ、じゃあこの歌。いやド S がいる、ド S がいる。チーコロちゃん、チーコロちゃん、ド S すぎる。一瞬歌えはしない。プロソロちゃんは歌えなかった。面白すぎる。チーコロちゃん、あー、まあ、え、勝った、やった、イエイ。プロソロちゃんナイス、イエーイ。チーコロちゃんド S、 もう終わってるから。プロソロちゃん喋って、ね、終わってるから。やりすぎやろ、強いね、一瞬だけや、俺喋る。歌は聞けない。あー、ごめん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 。一瞬、うん、5アスでいいじゃん、1週間。やだわ。に5アス縛り。5アスか、じゃあ、何にしようかな。何か、じゃあ、一応、3択にする。あ、ちょっと先に呼びますね。あ、先に呼びます。チーコロタン、ありがとう。マックン、ありがとう。アクピータン、チャオスちゃん。ジョロジョロちゃん、ありがとうございます。え、こっちニョロニョロちゃん、本案か、これ。え、地球グミちゃん、チーズちゃん、36913、バナナちゃん、サチヨさん、サチヤさん、ありがとうございます。あ、おめでとうございます。感謝します。1位、メウメウちゃん、うん、俺を喋らせてくれてマジでありがとう。メウメウちゃん、いなかった、おしゃべりたかったがマジで助かった。そして、マッスさんもありがとうございます。プレミアムありがとうございます。みんなまとめて、うわ、愛してるぜ。1週間5月はちょっときついかな、さすがに。1週間ないんですよ、じゃあ。うん、1週間じゃない、1週間はちょっと長いから。いや、もう次のバトルぐらいの縛りにしたらいいんだよ。次のバトルで5月だけとか、まあ別にもう終わりでもどっちでもいいけど。5月って何なんそれ。なんかさ、東海オンエアさんであるじゃん、
はい、語尾、語尾、語尾に、末尾、うん、語尾に、末尾、うん、そう、末尾、うん、ミーモちゃん好きで、あ、ボクチン、うん、そう、そんな感じ、多分、うん、でも、ゴアスは、そう、ゴアスはもう、もんなかったわ、今、全然思ん、言ってそうだもん、プロトロちゃん、なんか、女の子とかに言わ、うん、女の子だったらいいかもね、ゴアス、誰か、朝比奈ちゃんとかさ、可愛い子にゴアスつけさせる、プロトロさん大好きでゴアスって言ってみてよ、じゃあ。なんでなんで、みも勝ったんだけど、プロソロちゃん練習や、言ったら面白いかどうか確認するためだけど、プロソロちゃん大好きでごわしいや、ちょ、面白いんやけど、いや、みもやっても面白くないよ、そう、夢丸、そう、夢丸なんかそれも普通にやるから面白かったんだよね、夢丸は。確かにうん、ああ、よい丸って人がやってた。夢丸、夢丸、よい丸って誰。ごめんなさい、夢丸さんってちょっと存じ上げた。東海オンエアの夢丸。あ、そっか、東海オンエア知らないんだ、プロソロちゃん。はい、東海オンエア知らない、プロソロちゃん。知ってる、知ってる。俺、あの、ワティアって、あの、東海オンエアの哲也にフォローされてるから、ナホバランマ。え、嘘でしょ、嘘でしょ。ツイッターでね、ツイッターでね。え、すごい、まあ、いいな、まあ。いや、別にね、うん、その経緯はね、あんまり良くない経緯で。まあ、もう一回やったのか、はい、もう一回、あの、同じルールでしたのか、同じルールでやったのか。いやだ、もう今ちょっと喋るルールで。喋りたい、喋りたい。あ、どうしよう、どうしよう。あ、どっちでもいいよ。どっちでもいい。バトルしながらってこと？バトルしながらやったら、俺が東海オンエアとの関係性について喋りながら。ダメダメ。じゃあ教えて、教えてください。ドゥーって喋るか。あ、まあまあ、じゃあこのままか、うん。あ、教えてください。東海オンエアのメンバーがね、ちょっとソロ版を壊しちゃった動画が昔上がっちゃったんだよね。あ、ある。そうそうそう。出る。あ、そう、それについて俺がまあ物申しちゃったんだよね。ちょっと口悪くね。で、それで、え、待って、それプロソロちゃんだったの？ああ、そう、名前変えて、え、めちゃくちゃ有名な話だよね。そう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 。私どうか、でも そんなにそれのことは知らないけど、私もっとその後ぐらいにハマったから、うん、そうなん、本当に もっと前、めちゃくちゃ初期の頃だよね。じゃあ4年ぐらい前かな。4年ぐらい前だよね。4年前に、それがあって、で、その時哲也だけ入院してて、シーコロちゃん、ありがとうございます。動画の中にね。はい、うんうんうん、で、哲也がリーダーやから、まあ、とりあえず俺のことをなんかフォローしてくれ、プッタロさんって言ったら、そうやけど、ちょっと拒否しとくね、ごめんね。それで、はい、哲也さんが、まあ、なんか別に謝られたわけじゃないけど、俺のことフォローしてくれて、うん、それで、うん、まあ、なんかフォローされたなぐらいの感覚やって、ずっとね、見に来てたんやけど、この間、峯岸みなみちゃんと結婚したやんか、哲也がね。そうそうそう。だからその時に、あの、おめでとうみたいな感じの、引用リツイートとともに、まあ、峯岸みなみさんがこの世に必要なように、そろばんもこの世界に必要なんです。ご結婚おめでとうございますっていうふうに言ったら、いいねつけてもらった。いいねつけてもらったから、まあ、俺の中では、フォローも外されてない？フォローも外されてないよ。ずっとフォローされてる。多分、300人ぐらいしか多分フォローしてないと思うけど、うん、俺の中ではもう許してる。しかも俺が、その日本一撮った時の動画が、ショート動画やけど、YouTube で1000万回再生されてて、うんうん、で、そろばんをまあ、壊した動画の方は600万再生ぐらいかな。だから俺の日本史撮った時の方が動画の再生数多くなったから、まあその点においてもまあソロ版がこの世界に必要ってことがまあ証明できたってことで、確かに、うん、え、何、すごいかっこいいこと言ってるじゃん、プロソロちゃん、すごいかっこいいね、俺のこと好きになって思った、すごい、よう喋るわ、だってそう、よう喋るプロソロちゃん、でもその話はめちゃくちゃ、これ東海オンエアファンは結構知ってるから、それがプロソロちゃんだったっていうの、うん、そうだったんだね、そうやね、だから俺その昔使ってた名前やったら炎上の記憶が残っちゃってるからってことで名前変えてすぐに。ああ、なるほどね。そう、プロソロ版プレイヤーって。そうだったんだ。そうそうそう、そんな経緯があったのよ。なるほど。じゃあ、哲也さん、哲也だっけ、私、芝居さ、芝居一番好きなんだけど、哲也さんももちろん好きだけど、芝居にはフォローされてないか。うん、フォローされてない、哲也だけ。うん。みーもちゃんは誰かに TikTok フォローされてないよ、メンバーに。いやー、東海オンエアさんって TikTok あんまやって。やってないね、一人アカウントがそもそもないんじゃなくて、としきだっけあるかな、としみつさん、あ、としみつ、としき、お前、としきって誰やねん、お前。全然知らへんやん。何や、ファンちゃうやん、それ。名前言えてないやん。やば。めでめでめで。としきじゃない。としみつ。違う、なんか今いろいろ。としきじゃない。としみつ、としみつ。違う、一人アカウントはとしみつしかも、なんか芝居とか持ってないかもしれない、うん、そうやね、としみつさんだけ見たことあるかもしれないけどね、そうやね、まあ、コーラのこだわりちゃん何待ってる、もしかしてコーラのこだわりがね、さっきコラボ以来4コラにしますか、どうする、あ、じゃあ4コラにしますか、4コラにします、うん、うん、あ、じゃあ最後にじゃあ、はい、
どっちでもいいけど。あ、いいよいいよいいよ。でもあれだからニコラでいいよ。プロゾロちゃんなくて。ニコラでいいの？あ、オッケーオッケー。もう一人また呼ばなきゃいけない。さっきコーラのこだわりからあの、うん、ミーモちゃんと繋いだ瞬間にコーラから来たんやけど、あ、そうだったさ。切ったって。まあまあラストバトルしてやるよ。ラストバトルしてやるよ。どっちやね。どっちやラストバトルしようか。はい、オッケー、ラストバトルだみんな。みんな最後一回ぐらい勝ちたい。そうやな。じゃあ、みんなスタートだーの、タップタップナイス。で、ゴアス、ゴアスじゃなくて何、何ボクチンで終わり、挨拶行っちゃうけど、ごめん、チーズちゃん。これで終わりや、みんな。さあ、今、喋られない。ゲージが多い方だけ喋られるシステムです。プロソロちゃんはなので、今喋られないです。プロって語り切って満足だね。語り切って満足だ。で、みーもはこれが本当に最後のバトルだ。プロソロちゃん。バンだったからね。あ、でもこれプロソロちゃん、バン。にならなく、うん、でよかったね本当に。はい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 、俺のターンが来ましたけれども、まあ、ゲージが高い方しか喋れないというルールで、うんうんうん、俺の方が高いからそれもずっと喋れるよな。おトラマジでサッカー日本代表になろうな。うん、ありがとうな、ありがとうなということでね。うん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 、いやいや、あ、お前休憩してる。あっ、アークナイス、アーク強い、一撃強すぎるよ、アーク。ミモリンピック最高。これはもうずっとメイも喋り続けるニョロニョロちゃん、チチピピニョロ姫最高だ。今水を引き出しそうになったのは、みんな水を引き出しそうになったから気をつけて。接戦が面白い。そう、接戦これ面白いやばい、プロソロちゃん、これはもうプロソロちゃん喋れない。ミーも大喋ってくれて言ってる。あくん最強、あくんは優しいね。プロソロちゃんもこの後は、じゃあ何タイム決めるタイム決める。プロソロちゃん喋った。じゃあ3分までだ。これは3分まで独占しよう。ミーも3分から、その後はもうラストバトルだから、もう自由自由。プロソロちゃんも喋っていることにしよう。3分まで。でプロソロちゃんは、3分から、自分のことを、あ、じゃあミーモ様って呼んでください。ミーモのことを敬語で、であと敬語でお願いします。敬語でね。さあ敬語、プロソロちゃんを聞きたい。敬語使われたことはないからね。はい、スタート。ミーモ様、いつもお世話になっております。はい、はい、私、あのミーモさんと出会えたことによってですね、人生が180度変わったでごわす。行くぞ。ごわす。最大限集めてパンダ、マリオちゃんありがとう。最後はさ、やっぱあれだから。うわ、集めてパンダ。あ、そうか、頭会長と。みんな行くぞ。ほんまにもう、うん、ちょ、待って、もう、めうめう行くぞ、頼むわ。強くなっちゃったね、っみんな。フリピオも行くぞ。ちょ、ほんま、ちょ、頑張ってみんな。ちょ、マジで、頼むわ。敬語だよ、敬語、敬語。全員にそうか。ミーモちゃんだ、ミーモ様だけではなくて、皆様方。まあ、ミーモ。皆様方、1650ポイントしたら成功したいと思って。あ、やばいやばいやばい、やばい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 、ありがとうございます。やばいやばい、マックさん、もうもう触りだって踊ろう、ラン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 、メウさん大好き、ありがとうございます。マックありがとう。ミーモ様、全然タップ職人。ミーモ様強すぎなので、もう少し手加減してください。サイで壊す、サイで壊す。いいよ、うん、いいね、これ気持ちいいね。敬語を使うマリオちゃん、ミーモ様強すぎますので、本当に、うん、7秒、あ、スピカレンボーマリオ、マリオちゃん、お願いします。皆様方、ゆうひさん、ゆうひ、ちょ、やばい、あ、喋っていいんだった。イエーイ、カピカピカピ、ゆうひ様、ゆうひさん、ありがとうございます。お待ちしておりました。送ってくれたトラベルビジユー、危ない、ゆうひ様、待って、パンダ、今成功を使わなきゃいけないルールになっておりまして、はい、ゆうひさん、最後にお会いできて本当に良かったでございます。ごわす、ゆうひさん強い。みーも様、これは関係ないかもしれない。私よりもスコアがそこまで高くないかもしれませんね。ごわす。あ、隣から来てくれてるんだけど、ゆうひちゃんが、ゆうひちゃん来てくれてる。プロソロちゃん、ゆうひちゃん、あ、ゆうひ様、いや、あ、こっちは1位ゆうじさんですね。1位ゆうじさん、あ、ゆうじさん、あ、ゆうひちゃん見てただけか。何勘違いしてるんでごわす。ゆうひちゃん、ゆうひ対ゆうじ、ゆうひちゃんのブランドナイスだ。ゆうひ様、ゆうひ様、ゆうひ様、お願いいたします。私は罰ゲームで今敬語しか使えていございません。敬語しか使えないんです。キャリーファミマルの偽物様に負けそうになっております。ゆうひくん、あんたなんでここにいるの。何、タメ口聞いてますの。あ、
何だって言うんでしょうか。何ミーモはタメ口聞いてはるんでしょうか。いや、ミーモさんは、はい、ミーモ様はタメ口でいいとは思っているでごわすでございますけども、ごわすでございます。ミユージ、トコナツマナツです、トコナツマナツです、トコナツ、トコナツ、トコナツ。最近プロトロちゃんなんでハットかぶらないんだ。ユージ、最後頼む。すごい。形勢逆転したら俺が勝っちゃったので、やばい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 、みんなどうしよう。うるさいですやろ。ミーモがうるさいです。プロソロさんうるさいですやろ。おうるさく、うるさく存じます、プロソロ様。いつもお世話になってます。プロソロさん大好きですやろ。なんで最後別にいらなくない、いつもお世話になっております。また食べ口聞かれたけども、うん、いや、そこだ、やばいやばい、食べ口、食べ口、食べ口だよ、おめえな、負けたんやから。やだやだやだよーだ。ルール破ってる人がいる。ここのバトルだけで、ここで、ここだけだもんね。ここ 今回だけですよね、プロソロ様、はい。ああそうだよ、うん、上から喋っちゃダメだよ、今負けてるんですよ、うん、状況ちゃんと見てね、敬語だよ敬語。何笑ってんの。やかましゅうございます。やかましゅうございます。やかましゅうってすみません。プロソロシャマは、はい、あ、じゃあ先読んでください。プロソロシャマ、あ、先、感謝申し上げてもよろしいでしょうか。良いでございます。良いではないか。あ、良いではないか。おじゃる丸か。おじゃる丸みたいな。はい、すみません、先感謝させていただきますよ。はい、1、ゆうじさん、本当にご無沙汰しております。その説は申し訳ございませんでした。またユージさんと出会えることができまして、私は本当に心から幸せに思っております。なんでミーモだけじゃないの。あ、みんなに敬語使ってる。プロソロちゃんはもう敬語じゃないのに、はい。そうやな、敬語の方がなんか俺、はい、もしかしたら合っとるかもしれへん、分からんけど。合っとるかもしれへんな。合っとるかもしれません ね, ねえねえ、合っとるかもしれんな、合っとるかもしれんな、合っとるかもしれませんね。ご主人様や、お帰りなさいませご主人様や。しかもあっちにかもしれへんなって言って、めっちゃ関西弁だった。、うん、関西弁になってる。だって、めんめんさんも本当にいつもありがとうございます。ゆうじさんとめんめんさんすごいです。ゆうひさんもありがとうね、うんうんうん、優しいね。みんなまとめて結婚しような。どうぞ。はい、ありがとうございます。いや、ちょっと待って、頑張ってくれてあくん、ありがとう。ゆうひちゃんも隣から来たって言ってくれて、ゆうひちゃんありがとうございます。マックありがとう。にょろにょろちゃんナイス。まりょうちゃんもみちちゃんパナイナちゃんじゅんいちさんスピーチレマシンちゃんじゃん、こんばんは、ありがとうございます。皆さん、いや皆さん本当にお疲れ様でした。これは濃かったで、もうプロソロちゃん、でももうプロソロちゃん今日復活、12時から復活して、もうすぐに始めたな。そうそうそう、すぐ、あ、いやけど2時くらいから始める。12時まではパイナップルの応援に行ってて、多分ね、35万、あ、パイナップルちゃん昨日、はい、昨日ね、いや俺頑張ったんやけど35万ポイントを投げたのよ、はい、5、60万使ってね、350K でしょ、350K、うん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 、で1位にさせてあげたかったけど、投げ師がやばくて、1位の誰やったかな、はい、その1位のね、ネムちゃんのところで、ネムちゃんの1人で200万ダイヤモンド、チーズちゃんありがとう、200万コイン投げてる人って300万円すんねん、それ200万200万ダイヤモンド、2M ってこと、1人でね、 2M やからそれって大体300万ぐらいやんか、やばって思って、俺300万も貯金出ます。 2M ってことはもう1位、昨日1位、何 M で1位だったの、余裕の1位確定なんだよ。あ、2.3M か、そう、おかきさんも強かったんだね昨日。そう、おかきちゃんも最後投げてたら40万ポイントぐらい投げてきて、それでやられて、うんうんうん、もうなんか1位は無理そうってなんかパイナップルが悟ってたから、それでちょっと泣いちゃって、そう、俺もめっちゃ頑張ったつもりやったけど、まあ、けどその3位と4位がだいぶ差空いてるやん、4位が三河もやった、ね、4位、うん、カズくんになってる、カズさんやね。で結局ね、うん、俺が35万ポイント投げずに60、そうやな、今パイナップルが100万ポイントやったから、そこから35万引いたら65万で、うんうんうん、普通に俺が投げなかったとしても、あのカズくんが4位で、はい、パイナップルが3位やったんやけど、まあ、せめてちょっと2位にはさせてあげたかったなっていう後悔はやっぱ残ってる。で投げ師すげえなって、うん、初めて思ったかな、うん、投げ師さんはもう投げ師すげえわ。 2M は今時なかなかいないんじゃない。 2M やばい。だってさ、この前は結構いらっしゃったけど、そういう方も1日で300万やで、普通に考えてやばくね、うん、すごいね、
真似できへんわ。やばい。もうマジ頑張らなかった。全然プロソロちゃん敬語じゃないのに何も言わない。優しいプロソロちゃん。いや全然。じゃその縛りしんどいやん普通に。あそっか、そう縛り。今はねもう終わったかいっか、じゃ、うん。そうそう、敬語とか D ルールが、まあ、そのバトル上ではね、一時的には面白いかもしれへんけどね。競技戦になるとお互い疲れるから。そう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 。でもプロソロちゃんなんでそんな優しいの。やばいよ。だけどね、俺ね、ほんまに、ありがとうございます。全然ね、俺ね、いや、ミーモちゃんが人気な理由が分かったんだよね。そう、人気な理由が分かって、そう、来たから、俺、何でもね、腑に落ちて理解できたら、ちゃんとそのお返しはしようと思うタイプなんですね。けど、ミーモちゃんは別に気使わんでいいから。いや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 、もうプロソロじゃなかったら絶対言ってよ。なんかあったじゃなくて、普通に行くね。うん、全然全然、200万あのダイヤモンド期待してるわな。200万、アホか。そうそう、一腹で嬉しいから、うん、ニーモちゃんからごめんごめん、コーラのこだまれちゃんが待ってるから申し訳ない、うんうん、全然ね、あ、ちょ一回切るな、ごめんな、ありがとうな、ま、ありがとう、プロソロちゃん、ねねねね、なんでその最後、はい、話し合ってます、ウィース、ウィース。